こういう部屋のやつ、大抵キモい顔してる。はい、どうも、その例外のつなげぴでーす。今回は部屋紹介していこうと思います。はい、まずもう早速やってくんで、外付け HDD の1テラにラブライブのマキちゃんのやつで、財布とかがまあ散乱してて、ピックとかも散乱しててじゃないですね掃除ぐらいしろって話なんですけど、でこれはあのはけ口ですね、財布の小銭が溜まった時の。はい、で続きましては、まあ、奥は後で紹介するので、黒軸のマジスタッチのキーボード、抽選で売るんで誰か買ってください誰も買わんか。でなんか綿棒とか香水とかが置いてあって、安いやつね。でこちらミディキーボードですね、 A49 ローランドのやつらしいやつらしいって俺が思ってんだけどさ、うん、そう。はい、続きましてルビックス24インターフェースですね、これ、うん、これで今マイクロ撮ってます。マイクを撮ってます、日本語おかしいな。そう、今ねコンデンサマイク 48V にして撮ってます。はい、でサブモニターがダイヤモンドクラスタークリスタのやつで、早いな、ちょっと待って、あとで撮ってるから。オーディオテクニカのヘッドフォン i3.0、うん、これなんか再販されたんですけど、前のやつで、スティールシリーズのマウスパッドで、奥にもマウスがあって、レーザーのナーガ、めっちゃ汚いんだけど2013年のやつと、2013年ぐらいのやつと IE のフナティックバージョン、ちょ待ってで、マイクは今これ使ってるのは、オーディオテクニカのやつ、ちょ、もう生えてポール・スミスの、うん、腕時計、意識高い大学生がつけてるやつ、気持ち悪いわ。ソニーの前使ったマイクと待ってくれ、はいはい。でなんかピックがありますね、いっぱいあるっつって。はい、で次、業務用コンドーム144個、突然すぎる。まあちょっと半分ぐらい使っちゃったんですけど、やりちんなんで嘘ですけどはいね。はい、続きまして下ですね、机の、ズームの G3N、まあ、ギターのエフェクターですね。めっちゃ埃が汚いんで許してくださいね、うん、掃除しろって話なんですけどね。でガレリアを使ってます、うん、メモリを16に変えたいから何も変えてない。で次、ちょ早いな、ゲーミングチェア GT レーシングのやつ、俺ずっと GTR レーシングだと思ってた、バカだよね。はい、で大変だよな、ちょっと、CD ですね、ラブライブ、なんだっけ、君ちげえ、なんだっけ、忘れた。でラブライブほとんどラブライブなんだけど、はい。でモーメントリングのやつ、ライブチケットが、なぜか愛のドライバー、めまいサイレンのアルバム、死に損ないの青メンヘラが呼んでそうなやつね。はい、でラブライブ、うん、これはなんかライブのあれですね、ペンライトですね。よかったですね、ファイナルライブは見てない人ほとんどだと思うけど、うん、よかったです。はい、で続きましてギターですね、なんだっけ、 BRS の20カスタム24の SE ですね。まあ SE っていうのが可愛いんですけど、まあ、大学生なんで許してください。で次が、ボックスのアンプ、これまあ Amazon のおすすめのやつですね、うん、全く使ってないです。で Reebok のスニーカーシューズ家用とか言ってほとんど使ってないですけどねもう綺麗に揃えちゃって、はい、置いてあります、うん、マジで白いはい、でアリのスコロリ、ちょっとモンスターとか置きっぱなしにしたらアリ湧いちゃったんではい、富士通のスピーカーで、なぜかカポ、はい、で、まあね、遠くから見るとこんな感じ、ザ、ね、ゲーマーの部屋みたいなやっぱね、ゲーミングチェアがねあるとね、すごいそう見えるよね。でまあよく作曲できるんですかとか聞かれるんですけど、できません。でゲームもなんかめっちゃ強そうな部屋なんで、強そうだねとか言われるんですけど、下手くそです。はい、というわけで最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんもこういうニート部屋にしてみてください。ではバイバーイ。